イザベル・マリア・デ・ブラガンサは、ポルトガルの王族。1826年から1828年まで、ポルトガルの摂政を務めた。全米は、イザベル・マリア・ダ・コンセイ・サン・ジョアナ・グアルベル・ターナ、フランシスカ・デ・アシス・シャビエル・デ、パウラ・デ・アルカンタラ、アントニア・ハファエラ・ミカエラ・ガブリエラ・ジョアキナ・ゴンザーガ。ポルトガル王・ジョアン6世とその日で、スペイン王・カルロス4世の娘であるカルロッタ・ジョアキナ、 の間の四女として、ケルス宮殿で生まれた。1826年に、父ジョアン六世が死んだ時、王位継承者である、ペドロデアルカンタラは、ブラジル帝国の独立を宣言したばかりで、帰国の目途が立たず、カルロッタ・ジョアキナ王妃は王に対する陰謀を企てたためケルス宮殿に抹去していた。また、スペイン王家に嫁いだ姉たちも国内にいなかったので、イザベル・マリアが、 ブラジル皇帝として退官したばかりの兄ペドロがポルトガルに戻るまで摂政としてルスを預かることになった。ところがペドロは早々にポルトガル王よをわずか7歳の長女マリア2世に譲ると弟のミゲルとマリア2世を結婚させてポルトガルのブラガンサーサを存続させようとした。このためイザベルマリアは引き続いて幼い女王の摂政を続けた。 イザベル・マリアは1828年、ミゲルを支持する絶対主義者とマリア二世を支持する自由主義者の間で、ポルトガル内戦が始まった直後に、摂政を退いた。この内戦で勝利したのは自由主義陣営だった。イザベル・マリアは、信仰に傾倒するご反省を送り、1876年に、未婚のママリスボン郊外のベンフィカで死んだ。ありがとうございます。